はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日はお昼ご飯、味噌ラーメン作りました。まるちゃんの、味噌ラーメンのスープの素を使って、スープの素だけ売ってますよね、ちっちゃいやつ。あれとあと麺の、冷凍して取ってあった麺があったんで、それを使って味噌ラーメン作ってみました。野菜たっぷり入れて、野菜たっぷり入ってるんで今日サラダはなしでラーメンだけです。では早速いただきたいと思います。よいしょ。キャベツともやしとニラと入れたんで炒めて、では味噌ラーメンいただきます。ネギもたっぷり入れて、ちょっともうちょっとお味噌が濃い方が美味しいかな、今すりごまとかも入れたんで、すりごまの香りもあって香ばしくて美味しいですよ、じゃあちょっとスープも飲んで。あんまり濃い味噌ラーメンじゃないですね。でもしっかりお味噌の味します。ではどんどん食べていきたいと思います。また麺は半玉分使ってます。一玉だと私多いんで。キャベツとかもしっかりこう入ってますよ。野菜入れて食べると美味しいですよね。野菜から旨味出るんで、野菜たっぷり味噌ラーメン、またスープあっさりめですけど意外と美味しいですね。味薄いかと思ったけどそんなでもないっすわ。まあこってりした味噌ラーメンではないですけども、しっかり味噌の味もしてなかなか美味しいですね。この辺でチャーシューもいってみたいと思います。これもまるちゃんのチャーシューとメンマがセットになって売ってるやつ、ラーメンコーナーとかに行くとよく置いてありますよね、あれですね。では麺と一緒にいただきます。これ重宝しますよね。値段も安いですし。よいしょ。あ、もうなかなかうまく、よいしょ、このぐらい、結構野菜入れたんで具沢山ですね。やっぱすりごま入れるといいですよね、味噌ラーメン。でスープも少しまた飲んで、ごちそうさまでした。今日も美味しかったです。では今日は
まるちゃんの味噌ラーメンスープを使った、味噌ラーメン作ってお昼いただきました。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また後で動画アップすると思いますのでよろしくお願いします。じゃあ今日もごちそうさまでした。